暑さが夏ですね。毎日壊れたような暑さが続くどんぶり島の夏。今日の最高気温はついに45度超えたみたいですね。超えちゃいましたか。よいしょ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 。ああ、ミミズさんに決まる。なに、ミミズさんだ。なもん見つけたくらいでいちいち手を休めるな、ザコビ。親方にどやされるぞ。でも 3.03 センチの虫にも 1.5 センチの魂って言うある。無理にできないわる。お前、虫見つけるたびにそう言ってるな。ほら、あっちへ行くわる。そんな炎天下に話したら干からびちまうぞ。わる、本当わるか。ほら、行くわる。この辺は危ないから他に逃げるわるよ。ん、どうしたわる。何があるか。それにしても今日はまた一段と暑いわよね。昨夜ちょっと雨降ったからな。湿気もプラスされちまって、まるでサウナだぜ。このアイスがなくなったら死んじゃうかも。きっと死んじゃう。この暑い中道路工事か。バイステル、バイトでもしてみたら。いいダイエットになるかもよ。どういう意味よ、マドカ。なんだ、またミミズか。ワルモン博士、どうしたの。ここでバイト。精が出ますね。ワルモン博士、暑い中ご苦労様です。あまり腰とかに負担かけない方がいいですよ。やめろ。同情の目で見るな。腰に負担をかけない方がいいよとか、そういう年寄りをねぎらうようなことを言うな。今しばらく待ってろよ、小僧。軍資金が調達でき次第、最強のメガでコテンパンにしてやるからな。首を洗って待っていろよ、バゲル。何サボってんだ、バイト。ツンタラやってった、授業下げんだ。勘弁してください。真面目にやります。はい、やらせてもらいます。マジ勘弁してください。エサおいさ。お邪魔しちゃ悪いから帰ろうか。そうだな。じゃあじゃあ、ピーちゃん、頑張ってね。ワルモン博士も何かと大変だね。おい、パステル、このことはシナモン博士には内緒にしとこうな。当たり前じゃない、こんなことは言えないわよ。目覚まし鳴ったわる。分かってるって。あれピーちゃん、おはようございますわる。ピーちゃん、なんでここに。それが足もよくわからないんだわる。そうなの。じゃあ研究所を攻撃に来たとか、ワルモン博士から何か命令されたとか、そういう企みはないの。わる、企みないわる。じゃあいいわ。そうだ、私これからジョギングなんだけど、
ピーちゃん一緒に走る？ワル走るワル。よし、じゃあ行きましょう。ワル、もう先に行ってて、ピーちゃん。わかったワル。ファイト！ワルワルファイト！ほら見て、ピーちゃん綺麗でしょ。今日も暑くなりそうね。さ、戻ろっか。朝ごはんの支度しなくちゃ。研究所まで競争よ。それ。あ、待ってわる。はい。毎朝毎朝進歩のない。あら、ザコビ、なんでこんなとこいるんだ。ワル、ひょっとしてワルモン博士のやつまたなんか企んでんのか。落ち着くんじゃないと。どうやらそうではないらしいぞ。え、じゃあなんでこんなところに。ワル、しかもちゃっかりテーブルにまでついちゃって。まあいいじゃないお兄ちゃん、訪ねてきてくれた以上お客様としておもてなししなきゃ。それに食事は大勢の方が楽しいでしょ。ワル、遠慮しなくていいんだからね。ワル、パステルちゃん。さあみんな、お食事にしましょう。待ってました。いただきます。わわ、こここじ。どうしたの、ビーちゃん。ひょっとしてお口に合わなかったかしら。ピーちゃん、なに、どうしたの。お腹でも痛いの。なんでもないやる。はぁ、くたくた。ごちそうさま。食べ。お粗末様、どう、足りたかしら。お胸いっぱいなる。胸、お腹でしょ。はぁ、やべえ、パステル、カニで乗り遅れちまうぞ。ほんとだ、早く行かなきゃ。後片付けはウィンビーに頼むから急ぎなさい。じゃあ博士、お昼ご飯は冷蔵庫の中にあるからチンしてね。パステル、行くぞ。あ、待ってよ、お兄ちゃん。うわー、とこと、待った待った。はぁ、間に合った。危なかったわね。おはよう、ライト、パステル。うん、ホワイト。おはよう。あれ、どうしてザコビーと一緒なんだ。あれ、ピーちゃん、なんで。ワル、お前わけもわからずついてきちゃったのか。ビーちゃん、私たちこれから学校なのよ。だから一緒に遊んであげられないの、ごめんね。ね、分かってくれる。わ、ワル、ビーちゃんも一緒に学校に行く。ワル、行ってみたい。ワル、ちょっとビーちゃん。ビーちゃん、おとなしくするわる。おとなしくしてるわるから。今日は先週に引き続き教科書89ページのところからね。あー、関心あるね。パステルちゃんのノートいっぱい書いてあるわる。今日の夕飯は何にしようかな。そうだ、ポムメルチエティーレに決定。キメキメ。あー、でも前に作った時にお兄ちゃんに、もっとお肉はとろーりと舌の上でとろけるくらいに煮込まないでどうするってずいぶんけなされたからな。ちくしょう、わかってら、こっちとら専業主婦じゃねえんだ。どこにそんな時間があるってんだよ、太郎。あー、なんかムカついてきた。よし、明日の朝の目玉焼き、お兄ちゃんのだけ賞味期限ギリギリの卵で焼いてやろうっと。ピーちゃん。おっと、危ねえ危ねえ。今先生と目が合っちまったぜ。あら、パステルさん、ちょっと内容が違ってる気がするけど。
すごい汗ね。どうしたの？ワル、汗？暑いからワルか？先生、プールに入るワル。水泳の授業にするワルよ。それ。私ったらなぜ予定を変更してまで水泳の時間にしちゃったのかしら。変ね。暑い日はプールに限るわよね。わる、プールに限るわる。これもビーちゃんのおかげね。わる、ほんと、暑くて教室での授業なんか全然頭に入んないもんね。救われたって感じよね。ありがとう、助かったわ。わる、超最高。ねえ、なんていう子なの。わる、ザコビーちゃんある。へえ、ザコビーちゃんか。こらこら、あなたたち、今はあくまでも授業中なんですからね。ちゃんと水泳の練習しなさい。はーい。特にまどかさんは頑張って泳げるようにならなきゃ。ある、泳げないわるか。うん、ちょっと水が怖くって。ビーちゃんは泳げるの？ある、ビーちゃんにお任せわる。あー、いいな、次私。これいい、ラッチンラッチン。ピーちゃんすごいすごい。わ、足の背中あったかいわる。沈んじゃった。よいちょっと、もう下校時間だビー。どうだった学校？とっても楽しかったわる。結果的に遊んでたって感じが多かったもんな今日は。うん、そういえばそうね。うん、あれ、あ、ねえ、この工事現場って昨日 B ちゃんが働いてたところよね。そうだわる、辛い仕事だわる。でもお金は額に汗しないともらえないわるよ。わる、うん、もう、ザコビー、てめえこの、今までどこを突き歩いてやがった。探したんだぞ、勝手にバイトサボりよって。ワル、ご主人様、許してほしいワル。うん、許そう。ワル、あの、ご主人様、何か裏とかがあるワルか。ご主人様がこうも簡単に許してくれるはずは。その通りだ、バカモン。優しいご主人様を装っておいて、研究所へ戻ってからあんなことやこんなことやそんなことだって。ごめんなさいワル、許してほしいワル。うん、許そう。ワル、助かったワル。 ねえ、さっきからちょっと変じゃない？どういうこと？これってひょっとしたら、ひょっとして、クッキーの神様に。に対する嫌がらせか。こちとらこの炎天下で玉のような汗かいて働いてるってのに、バカ面こいてチューチュー吸いやがって。あ、ごめん、ワルモン博士飲む？き、いるかバロー。ワル、あ、あの、リーちゃんいる？ワル、ワルじゃねえだろ、仕事しろ仕事。ワル、あんた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 、あん
体どういうことなんだろう。私たち潜在能力が覚醒とかしちゃったのかな。大宇宙の意志とかそんなんで地球を頼んだぞとかさ、これから壮大なスケールのサイコアドベンチャーに展開しちゃうのかもよ。夢ってことだろ。夢、はあ、なんだ夢か。なるほどね。なんだ夢だ。これだからお子様たちはこの我が輩の汚れた手も抜けない疲労感も夢だというのか。つねっても痛いぜ。えらい、あたしの本が広くならないぞ。それだけリアルな夢ってことでしょ、きっと。それにさ、夢ってことは私が望めばさ、どんぶり投擲アイドルにとどまらず、私の人気は全宇宙に広がっちゃったりもするんだよね、きっと。ひ、何をバカなこと。おい、本当に夢なのか。夢ってやつは何でもありなのか。ここに例えばたんまりお金が欲しいななんて思ったりすると、開くたびに寂しいため息をついてしまうこの財布の中に、あー、これはご主人様。そしてこれは夢なんだから、こうして一旦空にしても再び財布を開くとそこには、おお、開くと金、ははこれは意外痛快。ご主人様、これだけお金があればもうバイトなんてしなくて済むわりね。すぐにタイツインディーメカを作り放題わりね。相変わらずバカだなお前は。これは夢なんだぞ。入れよ最強ロボ。ご主人様すごいなる。なに、まだまだ入れよ、さらに最強巨大ロボ。こんなにも大きなナッサルのメカが2つも。シーコ部品一切なしだぞ。すごいわる。我が輩は最高に興奮してきたぞ。これでツインビーチームに勝てるわる。楽勝わるね。ランがまっちまち。いや、ツインビーがどうした、シナモンがどうした、めんどくせえ。いっそ地形ごとが入ってくれ。おお、やった。じゃあ俺も一つ。ピッチピチプリティギャルたちにモテモテ状態になりたい。そっか、なんか物足りないと思ったら、青春でちょっと病弱っぽい女の子も希望。ごめんなさい、私体弱いの。大丈夫大丈夫、だからいいんだよ。けどマドカ特製スペシャルクッキーですよ。焼きたてですよ。はいはい、押さないで。クッキーください。生子入り、ケール入り、草屋入り、いずれもお酢がたっぷりよ。もっとくれ。どうしてこんなにもたれてしまうんだ俺は。ウィラたちも何か願い事を叶えるビー。さあするビー。ウィンビーの願い事は何だビーか。ビー、私はパステルみたいにアイドルになってみたいビー。キラー、オイラはソルティアスへ。オイラの生まれ故郷へ帰りたいビー。ノンベルトビーちゃんは、ビーちゃんは何か望まないの。ワル、ビーちゃん、パステルちゃんと一緒にいられるだけで幸せワル。もう、ビーちゃんたら。ビーちゃん、幸せワル。でもさ、これが夢だってのは分かってるんだけど、じゃあ、一体誰の夢なんだビー。そんなの誰だっていいじゃんかよ。そうね、こういう時はミントに聞くに限るんだけど、ミントは？うん、どんな願い事だって叶え放題な状況下にもかかわらず大き
く日常を逸脱していないところがポイントだと思えるんだって言ってるビー。パンブブバンブブブバンブブバンブブブブバン。このことから考えると、特別な願いを持たずともこの状況で満足している人物がいるはずなんだ。多分その人物がこの夢の主だろうって言ってるビー。この後は訳さない方が良さそうだビー。なるほど、さすがミントね。バブ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 。どういたしまして、このくらいお安い御用だって言ってるビー。ビー、あとでまたミントにうんと叱られちゃうビー。だからって一体誰なんだろうと。いくらのビデオだから。いや、そんなことまでなんですか。いるよ。お兄ちゃん、恥ずかしいことしないの。特別な願いを持たずにこの状況で満足してる人っていうと、悪い、誰悪いか。朝っぱらから、ん、もう起きる時間か。もう、おい、ザコビ、顔洗ったらさっさとバイトに出かけるぞ。ワル、おー、いい天気だな。本日もよく晴れ、最高気温は昨日も45度超えるとの予想です。超えちゃうんですか。もううんざりですね。ま、でも楽しい夢だったワル。こら、ザコビ、はよせんかい。ワル、今日のお題目、私の夢。出演ツインリー田中。この年になりますと大すれた夢は見なくなります。まあ、苦しまずに静かに死にたい。まあ、しかし順番からすれば、 K のワイマサさんを見とってから死にたい。これぐらいでしょうか。マユミ、パステル、シーナ、男に生まれ変わって全世界に修行の旅に出たい。ヘキル、ウィンビーとアップル先生、西原、金持ちになってハワイに住みたい。クミコ、ミントとグインビーと可愛い女の子、少女 C 伊藤、こんな生まれ変わったら息の長いアイドルになりたいなミキ、シナモン博士、田中、全国温泉巡り、カズミ、マドカ、コーダ、マドカのクッキーがまともになりますように。マリコ、ザコビ、沼田、いつの日か宇宙へ行きたい、リュウスケ、マリ、ヤナセ、寂しんぼ長いんでそろそろ誰かにそばにいてほしいなと思います。夏にホワイト、キサイチ、30年後ツインビーメンバーの子供たちでツインビーパラダイスジュニア編をやりたい、アツシ、工事現場監督、長野、小さくていいからお店が持ちたい、ホイチ、女性と A、美少女、白倉、美少女なりたいっすよマジで、アサコ、ワルモン博士、騎士の、今度生まれ変わったらアイドルになりたい、ユキマサ、ライト、山口、家内安全、厄除け祈願、カッペ、以上でお送りいたしました。